はい、今回もですね、超絶渋いカードです。わかるかな、絶対わからんよな。でも俺ね、なんとなくいたの覚えてるんですよね。そういたかなっていう。マルコ・マルキオンニですよ、うん。なぜこのカードを紹介しようということなんですけども、これはまあ以前から言ってるんですね。まあ俺はイタリア好きなので、その中でもですね、現在セリエ、これも C か、のノバーラですね。これ多分森本の元いたところかな。うん。だと思うんですけども、まあ、そこのチームの監督のマルキオンニということで紹介するということです。はい、この人でもね、現役の時ね、多分あれですね、中田英寿とポジションかぶったんちゃうかな。うん、マルキオンニってね、多分サイドアタッカーと思う、多分、ほらね、42か。うん、確かに、ね、代表とかには多分入ってなかったかもしれないですけど、サイドアタッカーやった気がするんですよ。で、ヒデは本来サイドアタッカーじゃないですけど、433ってシステムの中で、中田ヒデを右サイドで使ったんですね、プランデッリーってのは。ちょっとまあ、わけのわからん監督なんですけど。で、マルキオニと被ってましたね。なんだったらマルキオニの方が信頼されたというか。うん、ヒデは結構なんか、やっぱスピードがなかったんでね、こう、使い勝手が悪いというか、サイドで全くいきないんで。うん、まあ、インサイドハーフが一番いいかなと思うんですけど、インサイドハーフはなんか、ね、違う選手使ってたんでっていう感じの。懐かしい時代ですよね。だから、中田ヒデが、パルマで不遇の時代ですよね。だから、うん、だから多分ヒデその後どこ行ったかな。ボローニャかどっか移籍しましたよね。うん、そう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 。まあプランデッリのせいですね。うん、そうだからね、でもかといってね、そのマルキオニのプレイ知ってるのかでも知らないんで、うん、まあまあまあ、知らないんですけども、まあ今はねノバーラの監督やってるということで、あえて紹介するっていうね。いいね。俺のチャンネルいいね。自画自賛。いいよ。だって、マルキオンに紹介するのと俺だけやで。まあ、これからもですね、まあ、セリエ B とか C とかセリエ D とかね、そういったマニアックなチームでやってる、監督なんかもね、WCC とかのカードがあればね、紹介していこうかな、というふうに思いますね。はい。あと、そう。ノバーラってみんな知ってるよね。ミラノの、ちょっと北ぐらいかな。立地的にはいいとこにあるんじゃない？行ったことないけど。